こんにちは、ダイスです。今回はクリア後要素であるパルデアの大穴で全パラドックスポケモンとコライドンの捕獲を行いたいと思います。私が遊んでるのがスカーレットになるので、パラドックスのポケモンは古代のポケモンになります。まずは第一観測ユニットから探しに行ってみます。まだ捕まえてないという方は参考になれば嬉しいです。まずは第一観測ユニットの周りです。第一観測ユニットの周りには叫ぶ尻尾、そして、地を這う羽、他にも砂の毛皮、この3体がよく出てくるところになってます。まず私最初に叫ぶ尻尾を発見しました。今回は図鑑の登録のために来ているので、クイックボールを多用して一発ゲットできるようにやっていこうと思います。はい、叫ぶ尻尾を捕まえました。まあ、叫ぶ尻尾に関してはいろんなところにいるので、どこでもゲットできるポケモンっていう感じですね。パルデアの大穴の中は第一観測ユニットから第四観測ユニットまであるんですけど、どこにでもいるのが叫ぶ尻尾です。目撃例は過去1件のみ。古い探検記に記された謎の生物に似たポケモンです。図鑑の登録ナンバーは377になっています。続いて地を這う羽、今ほど叫ぶ尻尾がいたあたりからちょっと奥に向かったところからよく出てくるようになります。クイックボール入ってくれれば一発なんですが、ちょっと怪しい感じがしますね。あ、入ってくれました。地を這う羽です。二股に分かれてる道を右側に行った方がよく見るかなっていう印象でした。パラドックスポケモンの地を這う羽、虫格闘タイプ。古い本で地を這う羽と紹介されている生物に似た点がある謎のポケモンです。図鑑の登録ナンバーは380です。続いては砂の毛皮です。第一観測ユニットを出たり入ったりして出現させるのが一番確実が高いと思います。出てすぐ右手にある岩の坂みたいなところ、ここによく出てきます。この砂の毛皮は私が確認した感じだと出てくる数が結構少なめだと思いますので、まだ持ってない方、探してる方は砂の毛皮に関しては第一観測ユニットを出たり入ったりして探すのが一番効率がいいと思います。クイックボール失敗しました。ちょっとずつ削って今回はゲットしましょう。トンボ返りもちょっと怪しい気がしますね。ついばむかな。この毛みたいなやつなんですけど、どうも砂鉄みたいです。多分磁力に引き寄せられて周りの砂鉄が一番上のところだったりとか足元だったりとかにこうくっついてきてるんじゃないかなという感じです。あと気になるのが尻尾にあるボルトですね。どこから持ってきたんでしょう。私だけかもしれないんですけど、個体数少ない感じだったのでちょっとレアっぽい気がしてます。そんなことないんですけどね。これで取れるかな。はい、ゲットできました。砂の毛皮、パラドックスポケモンの砂の毛皮、電気地面タイプ。捕獲例はゼロ、データ不足。ある探検記に記された生物と特徴が一致する。図鑑の登録ナンバーは381です。続いて第三観測エリアの周辺です。ここにいるポケモンは2種類ですね。荒ぶる竹が基本的に第2観測ユニット付近から第3観測ユニット付近まで結構広範囲でいるんですけど、第3の方が平面なので探しやすいと思います。ちょっと怪しい感じしますね。ボルトチェンジで一回戻る方が良かったのかな。次ばむ。おお危ない。はい、これでボール投げていきます。
はい、捕獲できました。パラドックスポケモン、アラブル竹、草悪タイプ。ある本の中でアラブル竹と記されていた生物はこのポケモンの可能性がある。図鑑の登録ナンバーが378です。第3観測ユニットを出たところからちょっと行った洞窟の先にもう一体のパラドックスポケモンが出ます。トドロク付きなんですけど、この観測ユニットから左手に進んだところにしか出ないっていう感じの仕様になってます。まあ、こんな感じで第3観測ユニットの右手に広がっている岩をこう目印に進んでいくと、1つ目の木、そして2つ目の木というふうに木が生えているところがあります。この2つ目の木で止まってちょっと振り返ると岩場があるんですけど、ここの間洞窟になっていて入っていけるんですよね。トドロク月はここにしか出現しないので、まだゲットしてないっていう方はぜひ試してみてください。ちなみにこの中ニューラとか、あとジェットとかもいたりしますが、奥の方に出現するはずなので、ちょっと奥のあの滝あたりまで来るようにしましょう。で、私今回初めて来たんですけど、この地面、これ人為的に作られた何かですよね。いや、どう考えてもディグダがいるのですが、ディグダが掘った穴にも見えないし、何かの暗号というか魔法陣なんじゃないかなって思っちゃってます。これは何なんでしょう。この魔法陣みたいなマークについて何も今作の中では触れられてないんですが、皆さん何だと思いますか？ダウンロードコンテンツがあるとしたらこれ触れられるのかなってすごく気になるんですよね。こんな感じです。円と直線でできてるんですけど、明らかに人為的でマークがもう作ってあるマークなんですよね。もしかしたら宇宙船が止まった後なのかなとかちょっと思っちゃってます。どうなんでしょう。あのナスカの地上絵みたいなああいうイメージなのかもしれないんだけど、もしかしたらその科学がものすごく発達している宇宙から誰かが来て、タイムマシンの作り方やこのパルデアの大穴にあるテラスタルのこう元になっている結晶、テラスタルオーブの元になっている結晶を置いていったっていう可能性が考えられないでしょうか。そんなことないのかな。だって AI を作れる技術とか今の文明にはできないみたいな感じで言ってませんでしたっけ、ストーリー中。どうなんですかね、この時代にパルデアの大穴にある施設って作れるものなんでしょうか。しかも観測ユニットっていうものができたのって75年前とかだいぶ前だったんですよね。それってもしかしたらここに泊まっていた何かの調査だったんじゃないかなとかいろいろ考えてしまいます。謎が深まりました。はい、なんてお話ししてる途中でトドロクツキ捕獲完了です。トドロクツキに関してはここの洞窟内でしか出ませんので、他でね探してていないよっていう方はぜひ第3ユニットから左手にずっと進んでいって洞窟探してみてください。謎の多い探検記の中でトドロクツキという名で記された生物の可能性があるポケモンです。続いては第4観測ユニットのある洞窟内です。ここなんか地下洞みたいな感じのイメージですよね。地下の洞穴内って言ったらいいのかな。ここには偉大な牙とあと羽ばたく神が出てくるエリアになってます。偉大な牙に関しては虫ポケモンとしてストーリー中も出ていたので、虫ポケ突破した後砂漠でゲットしたっていう方も多かったんじゃないかなと思いますが、普通にねパルデアの罠でも
出現するポケモンになっているので入手することが可能です。私まだ虫ポケモンの偉大な牙ゲットできてなかったので図鑑登録がこれからです。なのでこの子で図鑑の登録は済ませようと思います。いや地震に当たらなければ大丈夫と思ったんですけどね、いろいろ持ってました、残念。次のポケモンに変えてモンスターボールで捕獲したいと思います。ハイパーボール投げとけば大丈夫かな、いやダークボールでいけるんじゃないかな、もしかしたらハイパーじゃなくてダークボールなのかもしれないです。買ってくればよかったですね、多分1個しか今ないんですよね確か。あ、やっぱり1個しかない、ちょっとだけ洞窟の中に入っているからいけるかな。はい、捕獲できました。いいのこの間で、まあ、いっか、立ってたところは洞窟内だもんね。ということで偉大な牙、今回で図鑑登録完了です。パラドックスポケモンの偉大な牙、地面格闘タイプ、近年目撃例がある偉大な牙というのはある本に記された生物から取られた、このポケモンだけ虫ポケとして外に出てきてたので目撃例が出てたって感じです。同じく第4観測ユニット付近の羽ばたく神です。ここレベル60ぐらいになってましたね。あ、忘れてた、クイックボールで周りには叫ぶ尻尾とかもたくさんいるんで、そっちはね他のところでゲットしたので今回は羽ばたく神を捕まえていきます。これで図鑑の登録が完了しました。パラドックスポケモンの羽ばたく神、ゴーストフェアリータイプ、とある書物に登場する羽ばたく神という生物と似た特徴を持つポケモン、図鑑の登録ナンバーは379です。これで今回の全てのパラドックスポケモンを捕まえられたという感じになります。ということで残りはコライドのみになりました。今回スカーレットで出てくるパルデアの大穴にいるパラドックスポケモンすべてを捕獲するということで回ってきたんですけど、最後のコライドン、まあ、私の場合はレイド用に使いたいなっていうのもあるし、今作テラレイドバトルだと 100% 捕獲可能なのでマスターボールを使うところがないなって個人的には思っちゃったんですよね。そしてソードシールドの時のマスターボールって1個だけ残してしまっていたので、今回は私の場合はコライドンにマスターボールを使って性格の厳選したいと思います、まあ、どの性格がいいかって皆さん違うと思うんですけど、一応私の場合は意地っ張りのコライドンを捕獲しておきたいなと思うので意地っ張り個体が出るまで頑張ろうと思います。あとは今ここに立っている状態って、相棒じゃないコライドンなんですよね。手持ちで入っていない状態で一緒に写真が撮れるのって多分このタイミングでしかないので写真だけ、撮っておこうかなと思います。はい、こんな感じです。ふーんそう、これから捕まえるぞということで行ってきたいと思います。一応意地っ張りの性格にしたいというのと、あとは個体値ですね、ジャッジ機能を使った時に、まあ後で鍛えてもいいんですけど、そうミント使ってもいいよなとは思いつつ一応ね気にしてみようかなという感じです。もう皆さん何を気にしてこうゲットしてるのかはちょっと謎だなと思いつつなんですけど、一応レイド用にも使いたいしっていうのがあったのでコライドに関してはマスターボール使っちゃいます。いや今作のマスターボールどこで使うっていうのを本当にね気になってはいたんですけど、ここで私使っちゃいました毎1匹しかゲットできないしいいかなと思って使っちゃいましたね。そう、視聴者の皆さんからいただいたコメントの中だとマスターボール使いどころがなくなったっていう方も多かったんで私ここで使っときます。はい、拳で大地を引き裂いたと古い探検記に記された翼の王の正体らしいです。コライドンの
完全形態、図鑑の登録ナンバーが399になってます。ごめんねごめんね、私のコライドン今までいたコライドンごめんね。もしかしたらこの子逃がすかもしれないのに泣いてもらっちゃいましたね。確認しましょう。意地っ張りの個体だったらいいんだけどな。どこかなコライドン。あ、いた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 。あ、意地っ張りだ。わー、でも特攻が最高になってるのか。まあいいかな。どうしましょう。 HP 特防防御がかなりになってるのはまああれなんですけど、どうせそこは銀の王冠使っちゃうんですよね。なんで私鍛えて 6V の意地っ張りいいのかな。 6V の意地っ張り本当は特攻下がっててほしいですけど、しょうがないかな。これでこれで終わりにしようと思います。というか一発でしたね、意地っ張り出るまで。多分固定じゃないはずなんだけどな。固定でしょうかどうでしょう皆さん、固定だったのかどうかぜひコメントで教えてください。皆さんがゲットした伝説は何の性格ですか意地っ張り固定じゃないはずなんですけど、でも欲しかった性格一発だったのはかなり嬉しいです。ということで今回はパルデアの大穴にいるスカーレット限定のパラドックスポケモンたちを捕まえに来てみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you。